今日午前3時前、北見市北新町の道道沿いで小屋から火が出ていると通報がありました。小屋は物置として使われていて、側面には政党のポスターが貼ってありました。火は警察と消防が駆けつける前に消えていました。また小屋のあった同じ通りにあるゴミステーションからも火が出ましたが、消防によりすぐ消し止められました。この通りでは他にも店舗の敷地に止めてあった自転車が燃えているのを通報者が目撃していて、火の出たところはそれぞれ50メートルほど離れていました。警察は同じ通りの直線上に発生していることから連続不審火として調べを進めています。